はい、どうも皆さんこんにちは。新300回チャンネル一流の敦也、一流の武郎、一流一流の城、二流の武井、二度とも生涯に平気でいきましょうってことですけどね。本日の企画題して感情線一周チャグラーギュッギュッギュッっていうことで、我々大好き大阪環状線ありますね。はい、あれ一周できる仕様になってるんですが、今日はまあ一周するんですけれども、一駅一駅降りて、その駅の付近のパチンコ屋フラッと開いて1000円だけジャグラーを回してきてもらいます。ということで、いつも通りね、2チームに分かれます。はい、はい、まず我々チームオーアマンシックスと、我々の邪魔やチーム春の風に分かれてやっていて、はい、まあ、環状線ちょうど一周なんで、こういう形で、はい、こういう形で繰り返します。はい、こういう形で受けやん半周ずつ回っていって、うん、でまあこう、まあ、どうせ天王寺スタートなんで、はい、まあ、梅田ガッチぐらいで行けるようになったらなというふうに目論んでおります。ルールは2つだけ。1つ目、店入って一番パッと目についた童心くすぐられるジャグラーを打つこと。ルールその2 光った瞬間もう即やめ。基本的に 1G 連だけ見ていいものとする。まあどうせね、こんなクソ年末の季節、もう設定1なんで、回せば回すだけ損です。ほな今すな、お盆にせよ、お盆に。それも1です。いやもういつもそうまあということで、とりあえずね、四天の天王寺向かっていきたいと思います。家賃300円。はい、ということでやってまいりました、天王寺です。はい、見覚えあるねここということで、僕らが内回り、あの寺田町って桃谷を通る方で、俺らが外回り、あの足原橋とかよりによってね大将野田とか、うん、よりによって快速止まらんシリーズまあということで、とりあえず天王寺ね、まあもうでかいパチンコ屋がスーパーホールと天王寺ホール、はい、行けばあるんで、僕らがスーパーホール、僕らが天王寺ホール、とりあえず行っていきたいと思います。300円。新今宮に着きましたってことで、新今宮付近は第一とマルハの2店舗あるんで、この2店舗勝利していきたいと思います。はい、今宮駅着きましょう。ババババババ、今宮駅は、まあ、近くにはパーラーメトロしかないんで、そこ1店舗行って次行きたいと思います。光らせるぞよっ。足原橋です。なんと何もないので次の駅に行きます。家賃300円。はい、大正駅着きました。バババババ、大正駅にはニューエビス会館っていうパチ屋しかないので、そこに行って光らせたいと思います。はい、ってことで弁天町に到着しました。なんとまあこの付近は3店舗あって、ベラジオと K パワーズとビッグタイムの3店舗です。さあ、これからしていきたいと思います。家賃300円。はい、JR 寺田町駅です。この付近には、天一っていう店と、ベラジオっていう店の寺田町店があるんで、とりあえず行きたいと思います。はい、桃谷です。桃谷はね、目の前にジパングっていうパチンコ屋があるんで、そこ行きたいと思います。はい、鶴橋です。もう駅でも何でもないですが、ここは鶴橋です。で、鶴橋はなんか三栄っていうところと S ビジョンっていう店、お前たちもようわからん店なんですけど、あるんで、とりあえずそろそろ光らせていきたいと思います。 S ビジョン、閉店しました。はい、玉作りです。玉作りはね、マジックバード玉作りがあるんで、そこ行きたいと。マジックバード2です。マジックバード2玉作りがあるんで、そこ行きたいと思います。そろそろ光らせたいね。森の宮です。森の宮ね、プレジールっていう店と
スロットゼストっていう2店舗あるんで、まあもうね、ぼちぼち、いくらつかったら6000円か。そろそろちょっとね、まくりにかかりたいと思います。頑張っていきましょう。